ビジネスや恋愛で口だけの人を見抜くコツはございますか？難しいよね。でもね、口だけの人ってそんなにいるの？ちょっと分かんないんですけど、見抜く必要ありますか？別に見抜く必要なくないですか？おそらくそういう人ってボロがすぐ出るんで、別に信じればいいじゃないですか。そんな口だけの人ばっかりじゃないと思うんで。ただ口が上手い人っていうのはビジネスできる人多いんですよ。なのでそういった意味で優秀な人だと思うんですよ。だからわざと気づいても騙され続けて利用していくっていうのも手だと思うんですよね。人間ってやっぱりこの生命力強い人の方が子孫を残す上でもすごく優遇されると思うんですよね。神様に、神様って話したらちょっと普通じゃないかもしれないですけど、神様はいるかいないかって言ったら、僕は神様というものはいないかもしれないけども、人間がこの世に生きてること自体が不思議なことなんで、いてもおかしくないというふうには思ってるわけなんですよね。そんな中で口がうまいとか、それってスキルなんですよ。相手を喜ばせるために口をうまく喋ってるみたいな、嘘をつくこともあるし、嘘も方便ですよね。だ、一番大事なのが責任感がないかあるかなんですよ。例えば口だけの人の中でも、俺これやってるから絶対に困らせないよって言ってて、実際には困らせるっていうことが起こってくるわけですよね。それって責任感のなさなんですよ。なので責任感のない人っていうのは、基本何か頼み事をしてもレスポンスが遅いです。一度何か頼み事をしてあげてください。それに対してのレスポンスを見てください。おそらく何も言わなければずっと放置されるはずなんですよ。口だけの人っていうのは調子がいいんで、自分がしんどいことやらない、責任感がないっていう人が多い。そういう種類の人はあんまり良くないので、ちゃんとレスポンスを返してくれるんだったら、口だけの人でも別に全然いいかなっていうふうには思ってます。僕はね、約束した時間に来ない、レスポンスが遅い、この2つはだいたい口だけの人の中でもダメな人が多いですね。今ね、実は借金のしてる人たちを集めてトーク番組作ろうと思って、ギャンブルとか、もしくはキャバクラにハマったとか、ホストにハマったとかっていう人たちを実は募集したんですよ。そしたら 2,30 名集まったんですよ。ツイッターで集めた 2,30 名に、僕が一人一人全員面談しますっていうことで面談組んだんですよね。 2,30 名のうち面談に来たのが10名いないです。当日ブッチっていうのが約20名ぐらいいました。それぐらいルーズなんですよ。だから結局、人として借金してしまうような人たちっていうのは、人との約束を守れないケースがほとんどなんですよね。なのでそういう意味で、約束を守ってくれるのかとか確認するっていうのがすごい大事かもしれないですね。デートの約束してたのに簡単に変更されるとかですね、そういったのは良くないですね。